島と北宮はあの佐々木健介さん率いる健介オフィスで育ちました。その後ノアに流れ着いた2人はタッグ王者にもなりましたが、2019年10月北宮が中島への積年の恨みをカミングアウトし、以来2人は犬猿の仲に。それから紆余曲折、混合で絆が戻ったこともあった。だがこの北宮の深い憎しみが消えることはありませんでした。さあ中島克彦の入場です。北宮のずっと嫌いだった発言にいつまで言っているんだと不快感をあらわにしました。コントプライド、そしてそびえ立つ金網、この不気味な建造物の中で10年に及ぶ2人のドラマが一つの節目を迎えます。この決闘の先に何があるのか、2人は分かり合えるのか。中島もベルトを持っています。 GAG タッグのベルト、お互いに俺のものだと、まだベルトは返上していません。さあフードを深くかぶった中島、北宮の待つ KG へゆっくりと歩を進めます。究極のタイマン勝負、敗者紙切り金網デスマッチ、このケージから無事に出てくるのは一人。時間無制限一本勝負を行います。青コーナー GH タッグ王者230パンドマサギタメイヤー、積年の恨み今夜まとめて返してやる復讐の獄門記マサキタミヤ。青コーナーゴンゴー GH タッグ王者210パンド中島金網で残忍な本性を表すか、混合のジョーカー中島克彦です。レフリー中山慎二。さあ異様な空間です。リングの四方が金網に囲まれております。その中には中島克彦、正木民也、そして剣王が佇んでおります。シンクのスーツの剣王がまだ佇んでいる。GAC タッグチャンピオンの2人、くしくも仲間割れを起こしてもこの2人はベルトは自分のものなんだと譲りません。まだチャンピオンである2人が向かい合っています。さあ剣王が北宮の前に立ちました。世話になったなと剣王に言い残して今後を離脱していった北宮、剣王が2人の目を確認したようにも見えます。中島は氷のような表情。さあその2人の表情を目を確認した剣王が今金網の外に下がっていきました。さあそのおっと剣王に鍵を渡されます。これで2人に完全に逃げ道はなくなります。そしてセコンドの勧誘ももちろんできなくなります。混合のリーダーである見届け人であるこの剣王が慎重にこの金網の扉、地獄の門を閉ざしました。さてブル中野さん、はい、想像以上にこう異様な空間ですね。そうですね、この金網の中ってすごく息苦しいんですよ、はい、息苦しい。もちろん風は通ってるんですけども、多分兵士恐怖症の人だと倒れちゃうぐらいすごく圧迫感があるんですね。で真上だけ、はい、真上だけは見れば息が吸えるんです。本当にそういう感覚ですね。この中っていうのは苦しいです。これはでも体験してみないとわからないですから、はい、初めて、まあ、2人この金網戦ですけれども、はい、
まあ、相当この空間にちょっと戸惑ってるかもしれませんね。そうですね、そんな中ゴングが鳴りました。健介オフィスに入門した頃からずっと中島勝彦お前が嫌いだったという北宮が兄弟子中島との完全決着戦に臨んでいきます。さあ井上さん、いよいよですね、はい、そうですね、本当に予想以上になんかこの金網の中だけ異世界みたいな感じですよね。なんか無機質ですごく閉塞的な感じを受けますし、その中で2人が戦っているというこの非 日常感というかね、緊張感がすごいですね会場の。マブルさん、はい、この空間でしかも相手が憎しみ合っているということは、はい、非常にこの正気を保つのは難しいかもしれませんね。そうですね、逃げれないっていうのがまず一番ちょっとこう窮屈に感じるというか。北宮選手すごい汗かいてますね。そうですね、この金網の圧迫感、そういったものもこの精神に影響しているんでしょうか。さあコメント紹介しましょう。マサが勝たなきゃいつまでも勝彦の下になってしまう。しかし勝彦の髪の毛がなくなるのは嫌だというこのファンのコメントです。それから2人にしかわからない感情金網で全てぶつけてほしい。それからエスケープルールなくてよかったということです。そうなんですね、ニューさん、この試合は、エスケープルール、その金網から、脱出すれば勝ちというルールはないんですね。そうですね、今回は採用されておらず、まあ、本当にこの2人が1対1で対マンで、まあ、どちらかがね、あの倒れるまで戦えということのですよね。そうですね、まあ、お互いね、あのもう相手を倒すということしか考えてないですからね、はい、まあ、どんな、まあ、ちょっと緊張感がすごくてこの会場が凍りついてるみたいですね。まあ、無観客の会場ですが、またこれまでとは違うピーンとした独特な緊張感が張り詰めています。画面の予想に関してすごく静かに始まりました ね、 ですね、余計に怖いですよね、まあ、相手の出方をまずは伺おうというこのお互いの気持ちがあるのかもしれませんが、さあ場所を取っていきます。ここはグラウンドの攻防です。完全決着戦の舞台は金網、しかも敗れた方は坊主頭になる、髪の毛を失うという非常に厳しい試合になります。ちょっと中島選手が有利ですね。ちょっとこの挑発するようにポンとね、はい、張り手やってますけど、これグーで殴れるというね、なるほど、この距離だったら打撃当てられるよっていうね、はい、相手に恐怖心も与えてますよね。2人がリングをキャンバスを踏みしめる音だけが聞こえてきます。そしてこのドローンカメラの音、ローキックです。ブルさん、この無観客という状況ですよね、はい、あとはね、はい、やはりお客さんの声援があるからこうできるということもあるでしょうね。そうですよね、あと自分の息が上がってしまった声を相手に聞かれるのも嫌なんですよね。そうです、分かっちゃいますもんね、何を、息遣いが、はい、何かこう技を仕掛けるときでも分かっちゃうじゃないですか。そうですね、息を止めたり、吐いたりとかするっていうのを相手に聞こえちゃってるんで、まあ、気配というのもこう察知されやすいかもしれませんよね。グラウンド上に乗ろうとしている正木民也、パスガードしようとしています。しかし下から小刻みに張り手、中島勝彦です。ノアの歴史では初の敗者神切り金網、この両者は健介オフィスという団体からノアに移籍してきた2人です。さあこれが剣王です。2人と運命を共にしていた混合のリーダーであります。2人ともその同じの釜の飯を食ってで、まあ、同じ一つの、ね、健介オフィスの道場に住んでいましたの で、ね、まあ、癖や、ね、その呼吸法、どういう表情をしたら、ね、焦ってるかとか、ね、苛立ってるかっていうのも全部分かってますよね。それを、ね、逆手にとって中島選手挑発してますよね。それに動じない北宮選手という、ね、はい、このあたりもすでに戦い始まってますよね。まあ、ブルさん、はい、この新弟子の頃からこういう、うん、そのいがみ合っているというのはどういう感情なんでしょうかね。それをバレないように今までやってきたんですよね、マサ選手は、はい、もうでもこの戦いは、まあ、今の試合の運びだと普通 の絡みない時と同じだと思うんですけども、はい、どんだけ金網をどあの利用して あの試合を進めていくかということがキーだと思うので、あの多分いろんなこと考えてると思うんですよ。そうですね、どういうふうに使ってくれるのかなっていうのがちょっと
早く目に見たいですね。バブルさんもアジャ選手と戦う前にはとにかく何をやろうかというのを考え抜いたというふうに話してましたよね、うん、はい、そうですね、金網で何をできるのかということですよね。さあ5分が経過しました。そういった普段の戦いにはない何かがこの試合の鍵になるというお話でした。この2人はケンスケオフィスからノア2席、ノアではGアグレッションとしてタッグ王座も取りましたが、2019年に北宮が中島への恨みを打ち明け犬猿の仲に。しかし去年中島の今後入りを機にコンビが復活し、3月には再び GAC タッグ王座を取りました。しかし北宮が誤爆を機にまた中島への怨念が蘇りまして今日に至っています。 GAC タッグ、おっと金網に今叩きつけに行きました。ですね、北宮選手うまくロープにしがみついて当たらずに済みましたね、はい、中島が走り込んでローキック。ただここの戦場は危ないですね。普段なら場外に落ちれるっていう感覚が体に身についてますからね。エプロンが非常に狭くなりますね、これはね。さあそこに突っ込んでいった。金網をまず利用していったのは中島克彦です。中島冷静な表情、冷静沈着に見えます。長いストーリーがあります、この2人。10年に及ぶこの長いストーリー、一つの節目を迎えています。まあ、ブルさん、はい、このリング外での感情がこのリングに持ち込まれるというのは、まあ、全日本女子プロレスも相当あったようですけれども、はい、やはりここでそのレスラーとしての生き様が出ますよね。そうですね。それにやっぱ金網まで行っちゃったってことはもう本当に我慢ができない状況にお互いいったと思うので、もう本当にここで本当に自分のこれからの生き方を全部表現してほしいですよね、試合で。何かこう金網をやった後に残ったものっていうのはアジャさんとの間にありましたか？そうですね、でも結局ここの中で全てお互いの感情を全部むき出しにできて、でもそこからがまた新しい戦いが始まったんですけど、始まることになったんですけども、やっぱり金網だったり髪切りで、そこまでいけるライバルに会えたってことがやっぱり一番今思えば幸せなんですよね。そこまで憎み合える人がいなかったですから、うん、あさん、はい、憎み合える人がいなかったというね。そうですね、まあ、中島選手は先輩として、まあ、完全に今試合でも見せてますけど見下してますよね。この見下しているのが北宮選手としては我慢ならなくて、まあ、ただ組んで力を発揮できる先輩でもあるっていうのは分かってたんで、組んだり離れたり組んだり離れたり、ただここから先北宮選手がこの今以上に目指すにはもう中島選手は必要ないという判断ですよね。なるほど。もうここで完全決裂しても構わない、でも俺はレスラーとして上に行くんだ、中島和彦より上に行くんだという気持ちですよ ね。 そうですね。ただ中島選手はそれを小馬鹿にすると、お前は俺の後輩だと完全に上から言ってますよ ね。 そうですね。こういう感情はこの2人にしか出ないですよね。まあ、キャリアでは中島が7年上になります。年齢は中島33歳、北宮32歳で同じ1988年生まれ、年は離れていません。ですね、ちょうど北宮選手が高校大学を通ってた分だけ中島選手は7年間プロレスに費やしたということですよね。 そうですね、その差があると。まあ、ただこう中島克彦は冷静に平成を装っていますけれども、ブルさん、はい、やはり後輩からああいうことを言われると、やはりこれ内心ね、いろいろ気持ちあるでしょうね。はい、見えぐり返っていると思います。そうですか。やっぱし北宮選手はこの中島選手に、はいはい、ニヤニヤして、はいはい、してる目じゃなくて本気の目にさせたら勝ちだと思います。なるほど、確かにそうですね。ということはまだその北宮のね、その野望は果たされていないという形になります。さあコメントご紹介しましょう。金網がへこんだ、見てるこっちも緊張してくる、ブルさんの解説説得力あるということで、コメント欄非常に盛り上がっています。ツイッター連携をオンにして引き続きコメントお待ちしております。いや、しかし何かの重たい空気ですね、皆さん。いや、なんかこの見てる我々もね、なんかこう一緒にこう審判をね委ねられているような感じですよね。ただちょっとね、やはりこういうふうに北宮選手が攻め込まれると、北宮選手頑張れっていうね、この戦いを挑んだのはやはり北宮選手ですからね。
そこに対して気持ちをどんどん見せてほしいですよね。そして2人は GHC タッグ王座をまだ持っています。仲間割れしていますが、双方俺のものと皆さん返上するつもりお互いないようですね。そうですね、北宮選手からしてみれば3月 の、タイトルマッチで杉浦選手にね勝ったと、突き合って監獄固めで勝った、あの激勝がありますよね。でプラス中島選手としては初防衛戦で、まあ、北宮選手がほとんど戦線離脱する中一人で防衛したという、ね、自負がありますので、お互いやっぱベルトを持って俺は王者だという気持ちが強いですよね。ただ2人で王者ですからね、たくさんで、まあ、その辺の主張も平行線になっています。そういったことをすべて生産するのがこの金網敗者神切り金網マッチです。中島勝彦が堅くなにいつも通りの試合、己のペースを貫いていきます。こういう、ね、ところも多分北宮選手の怒りになってるんですよね。こういうカメラを見たりとか、やっぱ自分に向いてほしいんですよね、この先輩中島勝彦として。はい、まあ、この状態だとその他の選手と同じようなふうに、ね、試合してますよね。さあ正木民也、しかし我慢に我慢を重ねてここまで這い上がってきた苦労人であります。そういった雑草魂というものがこの正木民也の真骨頂です。この2人が、ね、生まれ育った健介オフィスというところはね、はい、厳しさでは定評がありますよね。 そうですね、そこを耐え抜いて生き抜いたプロレスラーは今ね、まあ、この2人と宮原健太選手というのがいますけども、やはりその3人というのはもう選ばれしもこの3人なんですよね。まあ、しかも今健介予選がないですからね、この3人以外出てこないということで、その中で一番下の、ね、北宮選手がどれだけ歯を食いしばってきたかっていうのをね、この試合でどんどん見せてほしいですね。まあ、それから中島克彦はどちらかというと、まあ、15歳でデビューした時から、まあ、光の当たる道を歩んできたというところがあって、もう北宮選手の場合は本当にもう雑草魂で、この歩んできたという、ね、道のりがありますので、金助オフィスも活動停止に追い込まれて、まあ、ノアに移籍してきてまた一からやり直すというね、その中でも食いしばってやってきましたよね。まあ、そういう反骨魂が彼のエネルギーの源になっているのは間違いありません。そういう意味では、まあ、先輩として中島克彦選手が北宮選手に、ね、厳しい、ね、指導とかやってきたのも反骨精神を、ね、刺激したという意味では今の北宮選手の原動力の一つですよね。本当にその今の中島克彦がいなければここまで北宮選手できなかったかもしれないですからね。徐々に試合が動いてきた。ショルダータックル、ここまではそこまでまだ金網を使うような展開は見られていません。中島選手が一度押し付けたぐらいです。そうですね、ただどうでしょうブルさん、やはりお互いに金網に入る以上はいろいろ考えてきてはいるでしょうね。そうですね、なんかこう自分の技とリンクさせるのが一番いいですけどね。あ、でも高さ使うのかな。金網の上に乗ろうかというそういう様子にも見えましたが、そうですね、今登ろうとしてましたね。ただこれもぶつけ本番ですからね、そううまくは思い通りにいかないでしょう。さあこちらドローンカメラの映像、金網の上から2人を捉えております。この角度でブルさんのダイビングキロシーンを見たかったですね。見たいですね、見たいな。今はこんな技術があるんですからね。これすごい高さですね。いや、カメラでもこれだけ高く見えるということは相当ですよね。そうですね、怖いですよね本当、この上に立つと。ちなみにブルさんは高いところは大丈夫の方なんですか。高いところ大丈夫ですけど、大丈夫だったんですけどね、絡みの上は本当に怖かったです、あとやっぱこのドローンの技術があれば、はい、登る前から分かってましたからね、考えちゃったかもしれないですね、逆にね。なるほど、やっぱやめようかなと思ったかもしれないから良かったです、あの事態で。そうですね、このドローンがある今の選手の方がちょっと分かって いいところもあるだろうし、はい、分かっちゃうから怖いところもあるでしょうね。ナックルでしょうか。ただこのコンクラベの展開は北宮選手としては望むところですね、はい、ヘラヘラした中島克彦よりこういう中島克彦で来てほしいと思ってますね。お、中島がトップロープから
今一瞬北見を振り返りました。ご覧のようにおっとカメラ目線、ドローンカメラに目線を送っております。中島が、金網の上に上がった。何するんですかね、これは。この高さ3メートルあるいは4メートルあろうかという、ここから飛んでいく、ミサイルキック決まりました、命中しました。いや、これ北斗晶選手がこれやりましたよね。北斗にやられたことがあるんですけども、はい、これは突き刺さるように痛かったです。いや、2人のもうそのお母さんとも言っていいね。そうですね、健介オフィスの母と言ってもいい北斗晶さんのは、まあ、これは意識したのかどうか分かりませんけれども、そうですね、となれば中島選手の中に健介オフィスというのが今頭にあるということですからね。となれば北宮選手はキロジンになってくるんですか。どうなんですかね、北宮は何を狙っているのか。まず中島が金網城からミサイル、はい、あの金網城からミサイルやって中島選手ダメージがないですよね。トミドルキック、まあ、歯を食いしばってますけどね、あれだけの大技いきなり。あれ、ブルさんどうなんでしょう、受け身にとっても相当衝撃ダメージありそうですが。私はありましたよ、すごく、はい、でも北宮選手すごいですね。先ほどからめった打ちにされている正北宮、しかしこの体力には定評があります。まさにこのタフの塊のような男。先ほどの金網城からのミサイルキック、これで中島にぐぐっとペースが傾いています。おっと、中島勝彦が白い歯を見せてバーティカル、おっと取れました、返した中島が、おしかしすぐ立ち上がる北宮、おドラゴンスクリュー、北宮珍しくドラゴンスクリューを見せた。これは中島対策か、蹴り足捉えてドラゴンスクリュー、北宮が蘇生しました。これも考えてたと思いますね、やはり蹴りというのが中島選手の、あの武器なので。足を殺しに行く、ニークラッシャー、ニークラッシャーです。カウントが進んでいく、ちょっと局面が変わってきた。あ、監獄、足を折りたたむ監獄がためにいった。北宮が挽回してきました、盛り返してきました。さあ、コメント欄も湧いています。勇気すご、これミサイルキックについてのコメントです。飛び上がった北宮もうダメだろう、北斗というコメントもいただいています。ミサイルキックにコメント欄大反響です。そうですね、1992年7月30日ですか、水戸大会の、はい、まさかですね、まあ、デンジャラスクイーンですからね、はい、デンジャラスクイーンが今、中島選手に乗り移ってますよね。いや、なんか感慨深いですね。さあ、看護固めが決まっている中島和彦が今日初めてと言っていいでしょう、苦しい表情を見せています。苦痛に顔をゆがめている、がっちり決まっています。中島がノーと言って敗北を拒絶する。あの武藤圭司さえ仕留めた、前哨戦で仕留めたこの看護固め。ヘッドバットが来る、いった、ヘッドバット、厳しいですね、これは。ゴツンという音、中島が必死にロープへ這い進んでいく。おっと、額が割れた、ヘッドバットを見舞った、北宮の方の額が割れました。あのヘッドバットはブルさんいかがですか。はい、今気がついたんじゃないですかね、本人触ったんで。あ、そうです。おっと、下から中島丸めていく、丸め込んで、おー、ハイキック、危ない。おっと、ヘッドバット、下宮捨て身のヘッドバット、泥臭くいきます。これが雑草魂だ。皆さん、これ聞きましたね。聞きましたね、今のは。監獄固めやってる時点のヘッドバトルにだいぶ効いたと思うんですけどもね、そこにダメ押しという形でもう一発決めましたよね。
まあ、北宮選手流血しているぐらいの衝撃ですからね。これは中島選手大ダメージを食らいましたね。北宮気持ちが強い。いや強くなったと言っていいでしょう。4月の名古屋、武藤の持つ GH ヘビに挑戦し敗れましたが覚醒しました。おっと中島も血が滴りをしている。古さん、これヘッドバットで割れたんですかね。そうですよね。すごい、あすごい出血です。ちょっとおびただしい出血。まさにデスマッチ流血戦になりました。死闘になってきましたね。これはヘッドバットだと押しつぶされて割れるんですよね、はい、額が。あのパイルドライバーどっかの角にぶつけてヒュッと切れたとかじゃないんで、あの悲惨な切れ方をしてますきっと。そうなんですか。ちょっとこの意識の方が、ちょっと脳の方が心配ですよね。そうですね。何やってたんだろう。北宮が、北宮も金網よじ登っていく。まさか、あこの登り方すごい。いやこの高さ、鉄骨の上に立った。何をするんだ。先頭自爆。キャンバスがへっこみました今。古さんいかがですか。これはちょっと自爆はきついですね。決死のこのダイビング戦闘は自爆。本当にこの一発にかけてると思うの で, うで、ね、これをすかされちゃうとちょっとつらい。中島の顔に不敵な笑みが戻りました。しかしその顔面は血で染まっている。リング割れたんだ。割れてると言ってますね。西川レフェリー。板が折れたんだ。あこのキャンバスの下の板が折れたということです、はい、試合は続行されます。リング破壊ですか。あーバーティカルストライク。一気にいった中島和彦。さあ入らない。返しました。獄門機返した。もう自爆のダメージありながらバーティカルスパイクを食らってまだ肩を上げてくる。これはまさに精神力。いや意地ですね。これは憎しみの力に他ならない。相手が中島克彦じゃなかったら返せなかったですね。そうですね。なんと先ほどの戦闘音で金網城からの戦闘音でリングが壊れたという、そういった情報も入ってきております。まさに規格外の金網デスマッチ。敗者は髪を失います。男の意地がかかっている。おーヘッドバット。中島がお株を奪うヘッドバット。すごい音しましたね今。中島和彦また行った。中島選手の血が垂れてますよ、はい、北宮選手の体に。帰り血ですね。まさに地獄絵図であります。二人の息遣いが聞こえてくる。無観客の金網。もう我慢なんね。文句のない決着をつけると叫びましたこの正木民也。一方の中島、負けたら坊主にして初心に帰れとあくまで上から。さあ北宮に放った。相当割れてますね。これ自分で割った傷口以外にもう一つ傷口ができてしまったんですかね。これ中島選手のヘッドバットで。ただあのダイビング戦と自爆してバーディーからも食らってるんで北宮選手は大ピンチですよね。これは食らってはいけないですね。おお斉藤スープレックス。起死回生。おっとおびただしい流血。ちょっと血の流れ方が普通ではありません。レフリーがすかさず確認しに行きます。血だまりができてましたね今。こうなるとブルさん、はい、何が勝負これから分けますかね。そうですね、北宮選手のどうにか優勢に持っていってさっきの戦闘は成功させてほしいです。そうですね、はい。
あまりにもリスクのある技、しかしそれをやはり出さざるを得ない赤島勝彦だからでしょう。そうですね、普段ダイビング戦闘すら使ってないですからね、北宮選手は。そうですよね、普通 の、 リング上での戦闘しか使ってないですからね、そこまでの重い気持ちがあったということですよね。中島が立ち上がる、おっとまさに赤鬼とかした獄門木正北宮が立ち上がってフラフラっと歩み寄ってエルボー。25分経過です。完全決着戦、長い2人の深い、そして長いストーリーにいよいよ一つの決着がつきます。試合は60分一本勝負です。完全に中島選手が向き合ってますよね今。そうですね、ようやく2人がこの兄弟弟子として戦ってますね今。そしておそらく2人はここから一線を越えていくでしょう。エルボーを打ち合います。あの佐々木健介さんの下で強くなった2人、中島勝彦がハートの強さを見せつけていく。エルボー、北宮がしかし返す、下がらないですね後ろに。カメラ金網越しの映像です。さあこの2人、どちらがこの地獄から、金網という地獄から無事に生還するんでしょうか。もう流血、精神力だけで北宮は立っているように見えます。どちらがこの大技を決めて自分の方向に持ってくるかですね。北宮が見直って、おっと、さあまたエルボーです。砂を吐き捨てる中島勝彦、後輩だけは、健介オフィスの後輩だけは負けるわけにはいかないという中島にも意地があるわけであります。中島があえて受けているか、受けて倍返ししてますね。ノースピア、ここでスピアを突き刺した。思わず混合のセコンド陣も身を乗り出します。さあ剣王の姿をカメラが捉えました。剣王はどんな思いでこの対決を見ているのか。まあもうこの2人の間には混合のメンバーですら皆さん入り込めませんよね。そうですね、もう2人だけ、もう中島勝彦と正木民也だけの世界ですね、ここは今。上から2人の様子です。まさにもうこの2人の間にはどんな選手も剣王ですら入り込めない。そうですね、もう、ま、巌流島の戦いですよね。もう本当令和の巌流島ですねこれは。北宮が先に立った。もう2人とも限界は超えている。ロープへ飛ぶ、あーっとラリアットをキックで撃撃した。そしてハイキック、中島ハイキック、そしてレフリーを突き飛ばしました。意識を確認しに行ったレフリーを突き飛ばした中島。これ5月31日の GSC タッグ防衛戦で引き金になった右ハイキックですよね。誤爆でこれで北宮選手の堪忍袋の尾が切れたので、あえてこれを持ってきましたね中島選手は。ボディにサッカーボールキック、なんという残忍なキックでしょうか。2人の荒い息遣いが聞こえてまいります。無観客での敗者神切り金網。ブルさん、この時間帯でのこのボディへのキックは厳しいでしょうかね。そうですね、あとやっぱり流血すると体力すごい奪われるので、今ギリギリな感じで戦っていると思います。お互いにもう意地だけで立っている感じですね。それでも中島はカメラを見やります。これが俺の生き方だとばかりに中島勝彦不敵の笑み。ただこれ一つ一つのアクションも北宮選手のね、怒り反骨心をねどんどんね向上させてますよね。やった危ない、悪魔が笑った。うわー、ぶった切りキック、ゆっくりと北宮が崩れ落ちた。もう意識は失っているか。おっとレフリーもちょっとエキサイトしています。中島ホールに行かないですね、あえて KO 勝ちを狙っているのでしょうかね。
北見はもう目がうつろになっています。もう意識は半分ないでしょう。中島勝彦それでも非常に踏みつけていきます。立てとは言う、お立ってくるぞ。長いストーリーがあります。中島への怨念、その怨念の気持ち一つで北宮がまだ立ち上がろうとしている。危ない、おっとこれはキックは勝ったということですかね。北宮選手足から崩れ落ちたんですね今。なるほど、それで逆にこのキックを食らわずに済んだという。さあそういう本当にギリギリです。ただあのラッキーでしたねこれは。そうですね、結果的に右ハイキックを避けるという結末になりましたので、もうでもかなり足に来ているということですね。そうですね、立てる状態ではないということですね。あっと担ぎ上げた、おっといいリフトを見せました。エルボー、顎にエルボーです。そしてあ斉藤スープレックスはかわされた DDT。 いやー立つ、まだ立ってくる、投げっぱなしジャーマン、真っ逆さまに落とされましたが、北宮屈指だ、いいラリアット、北宮がガムシャラに行く、カウント1で返します、吠えます、最後の最後にタフさが出てきましたね、北宮選手の。いやしかし、もう立っているのは、やっとのダメージのはず。しかしタイツを掴んで斉藤スープレックス、完璧に決まりましたねこれ。中島がロープに逃げますが、それを逃がさずに抑え込む。中島も苦しいですね。そうですね、まだ今の返し方は厳しいですね。もう一発二発食らってはやばいという感じですよね。あのロープに逃げていましたので、はい、北宮がもう精神力だけで戦っている。あっといった、ひねりが加わっていた。まさ斉藤さん直伝斉藤スープレックスで決着、勝ったのは、生き残ったのはまさ北宮だ。中島敗れました。健介オフィス時代から続く怨念の込められた2人の決着戦、まさ北宮が拳を突き上げました。中島を超えた。アフリさんいかがでしたか。いやあの北宮選手の本当に最後攻める時の顔がもうやっぱりいつもと違う北宮選手になってましたね。井上さん、はい、よく耐えましたね、そういう北見はね。そうですね、本当に新弟子時代からね、本当健介オフィスで、まあ、厳しい練習に耐えてきて、時にはね、本当に中島選手にもね、厳しい攻撃、それが本当にね、当時の気持ちをオーバーラップさせたんじゃないですかね。あの時、あの厳しさに耐えてきて、自分のが自分を奮い立たせてくれたというかね。剣王が思わず2人に駆け寄っていきます。中島の様子を確認しに行く。まさ北宮が赤鬼となって中島勝彦をこの金網の地獄に葬り去りました。ただこの中島勝彦がいなかったら今の北宮はないので、やっぱそういう意味だと北宮選手の中には感謝という気持ちもあるかもしれないですけどね。やっぱりここまで強くなったのはやっぱこの中島勝彦という怖い強い先輩がいたというのがあります。まあ、ブルさん、はい、やはり先ほど、まあ、お話に出ましたけれども憎しみというこの大きな力がこの北宮選手を強くしたのかもしれませんね。そうですね、でもまだ今はわからないかもしれない、それが。あ、そうですか、うん、そのことは。あ、後になってから分かるかもしれないけど、今はもう倒したっていう自信はあるんじゃないですか、はい、自信に満ち溢れてるんじゃないですか。
でこの2人の戦いまだまだ終わらないですよね、きっとね。あ、そうです、敗者紙切りです。椅子が用意されました。このリングの上で中島のこの髪の毛が切られることになります。その儀式が間もなく始まる。北宮がしっかりと日本の足で立って中島を睨みつけています。しっかりと最後まで俺は見ていくぞという北宮のこの形相。北宮がハサミを取りました。中島は腕を組んで、さあ一瞬瞬瞬しましたが、北宮が一気に髪の毛を切っていきます。この長い髪の毛にハサミが入れられます。中島勝彦の表情、ブルさん、この中島の表情はいかがですか。潔いっていう感じですね。そうですね、うん、何も言わず、負けたものは何も言わず。そうですね、それこそアジャコング選手の駆られる時の姿に似てますよね。こう腕を組んで思い出しますね、はい。いる選手にとっては屈辱以外の何者でもない瞬間です。しかし中島勝彦は表情を変えずに静かにこの身を委ねております。井上さん、はい、この健介オフィス、この彼がまずは北宮選手が健介オフィスに入ってきた時も中島は、試験官としてね、いたんですよね。あの時から10年以上のドラマがこう一つね、大きな結末を迎えましたよね。そうですね、中島が目を閉じました。一瞬目を閉じた。いろんな思いが去来したんでしょうか。あの健介オフィス、彼が入ってきたあの10年前の思いがもしかしたら脳裏をよぎったのかもしれません。北宮選手もやはり気丈には振る舞ってホノルをね、こう鼓舞してますけど、やはりどこかでね、この表情にも複雑さをね、なんか見えますよね。ブルさん、やはりこの髪切りというのはちょっと切なさも残りますね。はい、そうですね、あの金網だけだったらまだっていうのがありますね。髪切りっていうのはやっぱり勝っても負けてもちょっと、そうですね、はい、あと残りますよね。とにもかくにも生き残って金網を去っていくのは蘇った獄門記、正喜多宮でした。中島勝彦、うん、また座り込んで剣王に、あーっと切ってくれと、やってくれというふうに剣王にアピールしています。いや、どうでしょう皆さん、中島勝彦も男ですね。そうですね、ちょっと慶応選手としては辛いでしょうね。これは中島選手笑ってますね。中島勝彦が坊主になるというまさかの結末。混合のメンバー複雑な表情を浮かべています。まあ、でもブルさん、やはりプロレスラーであるからには長いキャリアの中こういうこともあるということですよね。そうですね、ただ中島選手のこの後の発言もすごい気になりますし、そうですね、北宮選手も勝って何を言ってくれるのかっていうのもすごい気になります。中島勝彦は皆さん、はい、まあ、見た感じすっきりしたような表情にも見えますけど、そうですね、どうでしょう、頭に繰り返っていると思いますけど、ここでね、俺は余裕だっていうのをあえて見せているようにも見えますよね。た
ど、やはりこの姿を見るとちょっと何とも言えない気持ちになりますよね。勝負の残酷さっていうのですよね、はい、噛み締めるしかないですね。ここはさてコメント、たくさんのコメントいただいております。勝彦さんの顔が潔すぎてすげーグッときてます。2人ともかっこいい、勝さん男やでというコメントいただいております。坊主になった中島勝彦が無言で引き上げていきます。今カメラにちらっとね視線を送って、それを混合のメンバーが固唾を飲んで見送っています。混合のメンバーが見送る中、中島勝彦は一人ひょうひょうとした感じで引き上げていきました。さあこちらコメントがお伝えできそうでしょうかね。あ、北宮選手です。あの野郎の髪の毛を叩き切って尊厳を叩き潰してもまだまだ中島勝彦に対する恨みはこんなもんじゃねえんだよ。俺とあいつはこんなもんじゃねえんだよ。腹の底にへばりくっついてんだよ。まだまだ現にあいつの因縁のタッグのベルトも俺の手元にある。断じて言うぞ、タッグのベルトは俺の手元にある。まだまだだ中島勝彦、まだまだだ。はい、ウルさん、北宮選手のコメントはいかがでしたか。まだまだなんですね。あんだけやったのにまだスッキリはしてないっていう、ね、どういう気持ちなんでしょうかね。いや、まあ、恨みはこんなもんじゃないというふうに言っていましたけれども、井上さん、はい、まあ、北宮はまだまだやる気ですね。そうですね、はい、やはり10年間積み重なってきたものはこの一戦だけでは解消できなかったということですよね。ただ本当にその紙切りデスマッチは本当に勝者も敗者も残酷な、このなんか重いものをね見たような気がしますよね。そうですね、まあ、そしてブルさん、はい、まあ、金網の上から、まあ、ブルさんがギロチンドロップをやったように中島勝彦はミサイルキック、うん、そして北宮選手はまあ自爆に終わりましたが、はい、戦闘をやりましたけれども、はい、ああいうシーンに関してはいかがですか。いや、お互いにやってやろうっていうふうに思って出したんだろうなと思いますね。もう本当にあの一撃にかけてた、うん、まあ、そういう意味では北宮選手はよくカムバックしましたよね。そうですね、もう本当リングが壊れるぐらい板が折れてましたから、いやでも井上さん、はい、板が折れるってことがあるんですね、衝撃で。いやー、ないですね、そんなに見たことないですよ、あれは。ただそれだけの、インパクトの瞬間キャンバスがぐにゃってなってましたからね、確かに。そうですね、北宮選手110キロの人間が前、はい、4メーターから落ちてきて、それがもろにねキャンバスに行ったっていうね、本当衝撃的なリング破壊シーンですよね。そうですね、ちょっと本当にブルさんのギロチンドロップを思い出しましたけれども、はい、あの時もブルさんなんかこう弾んだような感じになりました。はい、弾みました。私は板が折れなかったんで弾んだんですけども、あ、そういうことなんですか。折れたってことは受け身がすごく痛かったと思います、北宮選手。いや、本当に想像絶するような戦いでありました。はい、はい、さあということで、この金網戦が終わりまして、これ GH タッグのベルトはこれどうなるんでしょうかね。まだまだだと北宮選手話していたので、まあ、このあとどうなるかっていうのはまだちょっとね、中島選手は何も語っていないのか、まだこの、ね、ここには届いてないですけども、うん、果たしてこの2人の因縁がどういうふうに結実するのか、まあ、ベルトがお互い両者が王者を主張しているので、うん、まあ、続きますよね、この戦いは。そうですね、なんか今の終わり方を見る限り、はい、まだまだが決着もついていないし、ついたんだけどもまだこうお互いの思いが晴れてないという気がしますね。分かり合えなかったということですよね、うん、はい、ということでまだこの戦いには続きがありそうです。はい、さてここで今後のノアアベマ放送についてお知らせいたします。次回は明日です。明日6月27日です。現在発表されている対戦カードはご覧の通りです。
なんといってもグレート・ムタが登場、剣王選手と対決します。さらに GAC ジュニアヘビー級選手権も組まれています。先ほどのジュニアランブル戦を制した早田選手が王者小峠敦史に挑戦します。さあゲストにはプロレス大好きファンキー加藤さんと松井樹里奈さんに来ていただきます。ファンキー加藤さんはノア中継初の登場となります。そして今日の大会同様無観客での開催となります。はい、またアベマプレミアム会員に加入すれば今日の試合をはじめアベマで中継されたノアの試合が全て見放題となります。しかもノアだけでなく DDT 東京女子新日本プロレスのアベマで中継した試合が見放題となります。ぜひご利用ください。はい、さあということでお別れの時間近づいてきましたけれども、皆さん、はい、いや凄まじいメインでしたね。いや本当中島選手北宮選手お互いにとって、まあ、忘れられない一日にその6月26日はなったと思うんですけども、ね、見ている我々にとってもね、はい、非常にねこの忘れられない一戦になりそうですよね。ですね、マブルさん、はい、この敗れた方も人々の記憶に残るというのは、うん、この紙切りマッチですよね。そうですね、あの私この試合見るのにあえて2人の過去のことは調べないで来たんですけども、はい、あの本当に試合を見てる限りに全てが分かりました。それでやっぱりあの昔のことも見たいんでね、あの今プレミアムの会員になれば見えるって言ってたんで、はいはい、ちょっと昔、はい、遡ってちょっと見てみたいと思いましたね。ノアを本当にこれからちょっと知りたいです。そうですね、はい、ありがとうございます。まあでも中島選手はどうでしょう、井上さん、はい、坊主になってまた何か一つ気持ちが固まったようなところもあったんじゃないでしょうかね。ただね、あの潔の良さ、うん、何かさらに次に行こうっていう目もしてましたし、これからまあ坊主になった中島克彦怖いですよこれは。バブルさん、これ負けた方が変わっていくということもありますよね。そうですね、はい、そうですよね。さあということで次回明日になりますグレートムタが登場、剣王と一騎打ちです。皆さん、はい、これもどうなるのか分かりませんか。まあ今日とは違うベクトルの異次元対決ですよね。本当無観客テレビマッチならではの試合が見れそうな気がしますよね。はい、まあ、ブルーさんと同じくこうアメリカで成功したグレートムタが登場するということですけれども、このムタ選手の試合はブルーさんいかがですか。はい、うん、明日アベマで見ますよ。そうですね、ぜひもちろんご覧いただきたいと思います。はい、まあ、井上さん、はい、代理人の武藤選手がベルトを失ったタイミングで武藤が登場、この辺もちょっと何か気になりますけど。そうですね、あの、うん、最大のライバルなんですよね、武藤と武藤っていうのは。で、武藤選手の活躍にジェラシーを抱いて